平野紫耀神宮寺んゆうたが新会社とべとべ合流しインスタフォロワー数百万人突破とようとべ YouTube 同時接続百万人達成達成。こんにちは、皆さん。今回の記事では平野紫耀と神宮寺うゆうたが滝沢秀明氏が設立した新会社とべに合流し、その後のインスタグラムと YouTube での記録的な成功についてお伝えします。 彼らの合流が話題となり、ファンたちによる熱い支持が注がれました。それでは、詳細をご紹介します。平野紫耀と神宮寺雄太が7月7日に行われた滝沢秀明氏の新会社、トベ公式 YouTube の生配信で同社に合流することを発表しました。この発表後、トベのインスタグラムのフォロワー数が100番人を突破しました。また、 この日は、三宅県のインスタグラムのフォロワー数も100万人を達成しました。平野と神宮寺によるインスタライブも行われ、トベのインスタグラムフォロワー数も100万人を超えました。この日だけで、YouTube の同時接続数、三宅県のインスタグラムフォロワー数、トベのインスタグラムフォロワー数の3つの数字が100万人を達成し、トリプルミリオンと呼ばれる快挙となりました。 平野紫耀とジングー太は、ジャニーズ JR 内で人気を博していたユニット、ミスター・キングとプリンスに所属し、その後、6人組グループ、キング・リンチェ・プリンス、結成しましたた。彼らは2018年にシンデレラガールで CD デビューし、NHK 紅白歌合戦にも連続出場するなど、活躍の場を広げてきました。 しかし、2022年11月に平野、神宮寺、岸優太の3人がグループからの脱退を発表し、岸はジャニーズ事務所からの退場を控えています。戸部は滝沢秀明氏が設立した新会社であり、彼は自分の覚悟と皆様の期待を背負い、新人募集をし、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げました、と説明しています。 トベへの合流を発表した三宅健も、注目を集めるアーティストの一人となりました。平野志洋と神宮寺優太の新会社、トベへの合流が発表され、その後のインスタグラムと YouTube での成功が話題となりました。彼らのファンたちは熱い支持を送り、トベのインスタグラムフォロワー数が100万人を突破し、YouTube の同時接続数でも100万人を達成するなど、 記録的な成果を上げました。平野紫用、神宮寺勇太、そして戸部の将来に期待が高まる中、彼らが新たなステージでどのような活躍を見せるのか、ますます注目が集まっています。以上が、平野紫用神宮寺勇太のトー戸部飛流インスタフォロワー数百万人突破用、戸部 YouTube 同時接続100万人達成に関する記事の内容でしたた。 彼らの新たな挑戦と成功について、これからも注目していきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。